オリックスの先発は井原、そしてホークスは杉内でした。2回の表ツーアウトランナー3塁でバッターには江川、タイムリーツーベースヒットを浴びて先制点はホークスに入ります。2回の裏ワンアウトランナーなしからベテラン田口のヒット、ツーアウトランナー二塁となって大引きのタイムリーヒット。この大引きのタイムリーで同点に早くも追いついたオリックスです。そして坂口、杉内から三遊間を破るレフト前タイムリーヒットで2対1逆転に成功します。ツーアウトランナー一塁二塁から後藤も続きました。3点目を挙げました。杉内を序盤で攻略します。4回です。ワンアウトランナー3塁から森山のタイムリー、中盤の追加点です。なおもチャンス、ワンアウト1塁2塁からカブレラのタイムリーツーベースヒット、中盤にも2点を加えて5対1バファローズがホークスを突き放します。中盤の5回です。井原勝ち投手の権利がかかるマウンド、ワンアウトランナーフルベース、昨年ホームランを打たれていたオーティズにタイムリーを浴びて2者がホームイン、2点を返されて5対3、ここで井原降板となります。なおもチャンスで小久保、ピッチャーは勝木でした。タイムリーヒットを放って1点差、さらにペタジーニのセカンドゴロの間にランナーホームインで5対5の同点に追いつきます。この後のピンチは先ほどヒーローの比嘉、ツーアウトランナー満塁の場面で田村を三振に打ち取りました。その後5回の裏ワンアウトランナー3塁で大引きタイムリーヒット、6対5と勝ち越したオリックス。そして6回ノーアウトランナー2塁でマウンド上はセッツ、カブレラの21号ツーランホームランでした。勝利の方程式の一角、セッツから放ったツーランホームラン、8対6と差を2点に広げます。そしてまだ止まらないカブレラはこの後の山田から22号ツーランホームラン、10対6、2打席連続のツーランホームランで主導権をがっちりと握ったオリックスでした。そしてその後ホークス、平野を投入したオリックスは柴原をレフトフライに打ち取って、そしてツーアウトランナーなしから田上をショートゴロ、このあと12対5ということでオリックスが快勝しました。今日のゲームでした。